答えしじまは、島諸島の一島で、三重県鳥羽市に属する離島。東西約6キロメートル、南北約1 5キロメートル。面積約7平方キロメートルで、鳥羽湾及び、三重県内では最大、鳥羽市の無形民族文化財に指定されているねや、個性度が残る。東志島の空中写真2008年9月12日撮影の6枚を、 王政作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成古くは万葉集にて児童天皇の伊勢行行にあたってとに残った柿の元の人丸によりと読まれた地である。平城系跡から発見された和道五年木館にも島国島郡主設立養老七年木館に島国東主軍和具の文字が見える。和名称でも 古代市教和具港との名も見られる。古代師には、島国の国画があったとされ、その後と思われる、大破遺跡が発見されている。和具港と馬港の里浜桟橋から、飛ばし衛定汽船で北東部の古代師集落まで、約30分、和具まで25分、桃取りまで、約15分。運賃は2019年10月現在、それぞれ古、古代師 枠が550円と桃取りまで450円。答えしじまは中世の九鬼水軍の根拠地であり、九鬼吉高周縁の地。吉高は信長、秀吉に仕えて、島地方一円に名を馳せる。しかし、関ヶ原の戦いでは、情勢の見極めに悩み、加盟存続のため吉高が大阪の豊臣方に、この森高は家康の東軍について、 戦うことになる。敗れた吉高はこの地に逃れ、ついに自陣する。吉高の遺言により、自ら築城した賭場城を望む、三崎の頂に首塚、その麓に道塚が残されている。島内には以下の学校がある。ありがとうございます。